ブーン。ブーン。おっと、いきなり。ごめんね。俺は避けれんわ。おっそっすー。アラン・ウェイク、リマスターと。続き、いきます。マイクロペーサー。どうぞよろしく。さあ、新しいエピソードに入ったわけでございますが、何やら2年前の回想シーンにやってきたところでございまして、でもって主人公はなんか今、二日酔い状態？サングラス。サングラスのおかげでだいぶマシになった。はあ。これでもう真昼のヴァンパイアのような気分にならずに済む。いやー、俺も結構二日酔いめちゃめちゃひどくなるぐらい飲むことあるけど、サングラスかけたくなるほどそんな光を見たくないなんてことになったことないぞ。鎮痛剤。ドリンマス。蓋開いてなかったよ。ああ、すぐ飲んだ。鎮痛剤はすぐに効いてきた。うん、これでようやく世界と向き合える。大変やな。薬とか飲むのあんま得意じゃねえんだ俺。メッセージが一件入っていた。先にメッセージを聞けというわけですございますな。ええ部屋すんのんなおい。メッセージは一件です。うん、まだ寝てんのか。バリか。アリスがちゃんと撮っといてくれればな。今朝もコテンパンに言われちまったよ。番組。確かに昨日ははしゃぎすぎたけどよ。パーティーもビジネスのうちだろ。なあ、これは友人として言っとくが、うん、アリスの言いつけを守ってたらお前さんのキャリアは立ち行かんぞ。うん、じゃあまた後でな。番組見とけよ。長い留守電やなおい。今時携帯とかそっちの方じゃなくて家電してくんのか。普通にここでもあれやな。審査のプロモーションのため俺は昨夜トーク番組に出演していた。あ、そう。そのオンエアが録画されているはずだった。テレビをつける。普通に前にも一回やった回想シーンと同じやな。普通にここが家なんやな。うん、始まりました。お、ああ、いやあ、こんばんは。今夜のゲストはベストセラー作家のアラン・ウェイクさん。ああ。最新作サドンストップについて伺います。サドンストップ傑作ですよ、買ってください。いやあ、大傑作ですよ。なんかめっちゃ実写っぽいやん。ここだけの話。それはまずいな。いやいや、いつもならスタッフからざっとあらすじを聞いちゃうんですがね。実写かこれ。こいつは実写やな。全部読んじゃいましたよ。うん、大ファンなんです。そりゃどうも。さて、アラン・ウェイクあんな感じな。おられない方にはちょっとネタバレになりますが、そんな方がいらっしゃればの話ですがね。この最新作で主人公の探偵アレックス・ケイシーが死んでしまうんですね。お、ニューヨーク切手のハードボイルド。めっちゃネタバレですよ。なんだって彼を殺してしまったんです。ひどい人だ。ひどい人だ。せいせいしましたよ。いや、このシリーズはもう7年間何冊も続きましたからね。何その。そろそろあの暗い男には別れを告げて新しいテーマを書きたくなったんです。笑い声入ってるやん。普通にいっぱい。友達ですよ。作家とはわがままな生き物。フルハウスとか見てるみたい。ケイシーには随分楽しませてもらいましたが確かにおっしゃる通り暗い男だ。恋愛面でもついてなかった。ご自身はいかがなんです？ああ、似てます。周囲に現れる女性はみんな死んでしまいますからね。自伝的な要素なんて全くありませんよ。うちは家庭円満だし、妻は私のミューズですから。そいつは大変結構ですな。さて、プロモーションツアーの感触はいかがです？順調ですよ。とりあえずこれを全部ほっとしてますがね。見るんかな。
結構デカめのテレビ。何年の話なんやこれ、アランウェイクって。あの記者はあんまり不作法だったんでカッとなってしまってね、反省してますよ。短期で有名ですものね。何そのリアクション。小説も書いてますがね。その最新作サドンストップは現在書店で絶賛発売中です。まだお読みでない方は今すぐお求めください。それでは今夜はこの辺で。ゲストの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。サムレイクさん、サムレイク、もう一度あの顔やってくれサム。それじゃあ、そしてオイツオブザフォールでした。サムレイク、また。少なくともユーモアを感じられる。テレビ見た。どっから声してる。終わった。あ？あ？どこにいました？まだ怒ってるのか？今朝は怒ってたわよ。夜中どころか朝の7時に帰ってきて話の途中で寝ちゃうんだもの。もう怒ってないわ。あなたは？ツアーのせいでクタクタなんだ。あら、もうちょっとじゃない。これが終わればまた書けるようになるわ。ごめんアリス。あら。疲れてるのね。シャワーを浴びてベッドに戻って。ああそうだな、ごめんよ。元気そうですね。これが終わったら旅行に行こう。休暇だ、二人っきりでのんびりしよう。のんびりしよう。二日酔いで歯磨いた？寝起きじゃないの？ブライトフォールズ現在。クリッカーがキャビンへの鍵だった。アリスを救うには湖に戻らなければならなかった。あの回想シーンは何のために見せたんや。俺は湖に戻って決着をつける。原稿の最後のページに正しい結末を書き込むんだ。ここじゃ書けないのか。最後のページはタイプライターにある。あれを読まなきゃ続きは書けない。全員は近道をしようとしてそこで失敗したんだ。わかった、いつでも行けるわ。すまないサラ、行ける？これは俺だけでやる。いやなんで。サラの銃を。あれ、俺が出たらドアを閉めてください。あら。みんなで行こうよ。頑張れよ。もしくはそのライト電飾ちょうだい。じゃあな。ぼっちですか。またそんな軽装で。外は暖かく快晴だった。お、クリッカーのおかげなのか。俺は疑念を振り払った。何にせよ今のうちに湖までたどり着こうと思った。全員の原稿で俺はコールドロンレイクのほとりに立ちクリッカーを使おうとしていた。そこへ向かうのだ。一気に湖らへんまで移動してるのかこれは。結構いよいよって感じになってきてんのかな。太陽の下この見事な大自然に囲まれていると、どうしても疑わずにはいられなかった。ひょっとしたら全て妄想なのかもしれない。俺は今もキャビンにいて頭の中の物語にとらわれているのだ。実はやっぱりそっちってこと。アリスの死を嘆くあまり正気を失って。俺の想像力ならそれも十分可能だろう。だが今となってはどうでもよかった。やるべきことはただ一つだった。これはまだ車乗って、あ、いけるね。オッケー。ズーン。これ操作かな。操作が慣れんのだ。こっち側か。左ハンドルやもんな。来ますよ。危ないわ。車乗らずに前一回徒歩で結構なんか進んでしまったことあったけど、めちゃめちゃ時間かかったからなあの時。ズーン。なんかある？特にアイテムとか
さそうよね。ブンブン、こんな感じに移動してるだけで行ければいいのにな。まあでも意外とこの車のパート、カメラ操作以外はそんなに悪くないのよ。またしてもこっからどこなんですね。一度接触したせいで闇は俺と繋がっていた。ジャガーが近づきつつあるのを感じた。まだ、武器。いよいよって感じですよね。おっと、なんなのあのちょび店は。はい、やめて、やめて、やめてやめて、おちょん当たるのよね。意外とちょっと危ねえぜ。あ、ていうかランタン持ってるな最初から。あ、ちょっとごめん気づいてなかった。あ、ちょやめてなんかすげえリロードするな。弾いっぱい全部入れろよ。ちょっともうなんかめっちゃ避けようなこいつら。はい、もう今までよりやりにくい。いや、もう弾全然一気になくなってきたやんけ。あんな塊のやつらやったら、発煙筒とか使っといた方がよかったんかな。あ、今回原稿少な。闇の存在は、もはや小説家に自らの望む結末を書かせようとはしていなかった。いなかった。あの男は知りすぎた。しかもトーマス・ゼインが残した狂気を手にしている。今や闇はコールドロン・レイクに、あの深淵に行かせまいと全力で小説家の行く手を阻もうとしていた。闇の存在がかなり邪魔をしてくるってことですな。あ、これは乗れる。みんな鍵かけてないね、全然ね。くなんでこう車のパートだけカメラがほんまやりにくいわ。なんかちょいちょい車あるね。ブーンブーン。おっと、いきなりごめんね。俺は避けれんわ。悪いのは、お前らだ。ズーン。よし。あれ、もう行き止まり？ブンブン。あ、ここか？なんかアイテムあったな。さ、これ部屋ってそれぞれ、うわ、入れる仕様になってんにゃ。え、どこ、え、なんで FBI の。間違いない、ナイチンゲールはここに滞在して俺を追い回していたのだ。マジ。あ、たまありがとう。ナイチンの滞在部屋なんかあんにゃ。ちょ、もう変な声出さないで。はいはい、弾13発か。とりあえずまあ倒そう。はい、これ部屋に入るたんびにとか出てきたらちょっとおっとしな。とりあえずこれが取りたかったのよ俺は。
いやー、入れるんやな。入れる。ああ、こういうことね。入れる仕様になってんだよな。こういうことトイレに置くってどういうセンスしとんね。モーテル。うん。説明してくれてはるわ。あ、こっち側からやったら、あ、ショットガンナイス。こっち側からやったら出れたってことやね。ほな、まあまあここに寄っといて。だい、何のと。うん、大正解よね、ここ寄っといてね。あ、入れるのはそこだけか。あー、ゲイ、うち、ゲへんのかい。ここまだ車で行けんのかな。乗って、ブン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 、でや、あ、いけた、ナイス。はいはいはい。いやー、そろそろでも、うっす、あっぶんな、あ、やばいやばいやばい、それはやばい。ちょちょちょ、ごめんなさい、取ります、失礼します。いや、こっから先は行けなくなっている。ちょっとごめんね、あの敵だけ倒そうね。だーん、で、君も、君も、よし、よいりゃ、オッケー。で、ここまで行けるん、うん、うぶぶぶ、ここ、うん、歩道行けない仕様になっている。オッケー、じゃあこっからどうですね。ちょっと待って、タイミング悪い、お前ら。せめて車乗ってる時に来いよ、お前ら。うん、おお、弾を消費させんじゃねえ、この野郎。5発損したっけ。なんて雑な置き方、車。はいはいはい。まだなんか、え、これか、これか、これか。やめて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 、あ、痛い、それは無理。ちょっと、どこ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 、うち、そういう感じで来る？あの明るいのは何や、前方のチラチラ。ささささささ、なんだ、なんです。いやー、それはバカ野郎じゃないですか。やめてやめてやめて、はあ、いや、こっちもか。で、ポルスターがいそうと戦って進むっつってるやん。はあ、はあ、おおおおおい、で、どれが飛んでくんのかがようわからんぞ。さっ、ん、なんか落ちそうで怖いな。いや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 、やめようやめよう、やめとこやめとこ。うちょ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 、おい。あー、ここは、うわー、結構戻されたな、おい。ここが結構、前に、いやさっきのちょっと攻撃パターン変えてくんなよ。でデイデイデイで、はい、はい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 、やめて、スー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 、うん、
怖い怖い、追ってくんかい。そんなのもあるんかい。いやー怖っ。でここで一気にこの光ってんの、あ、一応ライトなんか。落ちないようにとりあえず気をつけて。さっきこの辺で落ちたんだっけ俺。なになに後ろ行ったぞ。あ？あれ？おいおいおい、うつ。怖。いや、おいな。よし。危な。逃げて。はいはい。まだ来るの？うわー、いっぱい。結構。いだー。ポルターガイストエリア長いな、これ。で、まだ？なあ。のちょっと見えん。ちょっと後ろに下がれなくなっている。照らし続けたら OK なやつこれは。危な。うちゅん。いや後ろ塞いでくんなよな。でまたすげえ照らされた車、乗れと言わんばかりのやつやな。はい、げえ。おお、ちょっとなー、ライトと弾が少なくなってきたから不安なんですよね。いだ、あれ？ん？なんか進めねえ。ちょっとこっちからか。ブン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 、なんかいるぞまた。ちょっと下がりまーす。で、まずはお前からドン。パンパーン、なんかまた実績解除してるし。で、車なんかハマってるし。ハマってます。ケルケル言うてますけど。動け車よ、動いてくれ。よし、はあ。で、どうすんねん、ここから。ちょっとカメラワークやばいって毎回言うてるけど俺。どっか行くのかこれ。おい、あ、お、出ちゃった。やばそう。して、はい、あれを避けながらってことか。危ない。よし。せこい。いやもう敵もいるし。あ、リロード。ちょっと車消えんのかこれ、照らしてたら。だってもう腹立つわ。お前、一番腹立つのはお前。やだ、ちょっと助けてください。もう限界で。ちっちゃうじゃん。ディリリリリリリ、照らして。はあ。オッケー。むずいよ。ダッシュがもっと長くできたらいいんやけど、こいつすぐバテるからよ。で、またいっぱい来るのね。お前にちょっとポイ。えいったいもう。はい。来る。
はい、しっかり狙って。いや車ないんけ、燃えてる車しかないやんけ。もうあー早い人、早い人は嫌い。くそ、逃げるぜ。そう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 、意外と逃げれんのよねあの人。いい、そう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 、来るなら来いや、来てみろや、来れんのかお前。ああ、その程度かお前は。よし、んー、どうじゃ。OK、はあ、弾なくなってきたよ。コールドロンレイク遠いぞ。でまた車乗る。これどれぐらい続くんやろ。なに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 、おっつ、今地面壊れてました。それはどうしたらいい。このままドン。なになに、もうどいてどいて、ブーム、俺は行く。どうやんね。どうで合ってるよね。あー出た、この地面のやつ。これ踏むとダメージ食らったんやんな確かな。発煙筒消しといた方がいいんかなやっぱ。地味に多いのよな。まあでも敵出てこないんやったら別に。いやー出てくるかな。敵が来ないなら。あ、来たわー。前からは、前からもか。よし、うわいっぱいいるわ。これ違う、そっちじゃないね。どっちが手榴弾かマジで分かりにくすぎんねん。エピソード6になっても分からへんわ。ちょっとなんかこれは、んー、そっちか。じゃあこっちやな。えい、どうじゃどうじゃどうじゃ、うっす、やめて、ズン。ちょっとたま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 た、これっぽい。あれ俺手榴弾使ってるつもりが結構なんかこいつ。オッケー、うおめっちゃいるやん。やばいやばいやばい、それはそれか。おい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 、もう、あ、原稿拾いました。これマジでこの切り替えがむずいというか、なんというか全然思い通りにならへん。え、で、もうでも全然ないで原稿。コールドロンレイクの固定は、かつてこの深淵へと引きずり込まれた者たちの墓場だった。朽ち果てた古い難破船や墜落した飛行機の残骸、闇の存在はそれらに息を吹き込み無造作にばらまいた。木々が倒れ大地が寄進でも闇は気づきすらしなかった。とりあえずなんかいろいろ残骸ありますよと。あ、まだこっから車なのか。ブーン、遠いなこれ。あ、行き止まり。バックするときに自動でカメラが切り替わるから。こっちか、いけるね。
ギリギリ。お、着いたな。うん。一旦とある場所に着いたっぽいけど、矢印が気になるぞ。ただこっちに行ったら行ったで、どうせ敵も出てくるんちゃうんけ。いや声してる。やめて。はい。くそ。あれ後ろ行けなく。よし。へい。オッケー。ちょっと待って。矢印でこっちの方刺してなかった？さっきはめられた？俺刺してるよね、ここ左って。で右、あ、ここ、うん？あ、あったこれか。頼むぜ。いっぱい。ナイス。でもう一箇所どっかにあるんじゃないの？ここ入れません。なんかもう一個どっか矢印、あ、なるほど、どっちからでも行けますよってことね。ご用の方は管理事務所までお越しください。工具、防具、山崩れ、何のお話。もう、おお、後ろか。はい。めっちゃいるやん今日。もうはめられてる俺。いや、ジオ玉はある。いや、ライフルかまた。7発を変えると8発。微妙なところやなおい。ん、あ、バッテリー。こういうポット結局これ何個ぐらい集めてんやろうな今。ここ来なあかんかったところか。これで使ったらあそこが開くんやな。開いてる。うー、そして誰かいる。ほら、もうフレア。ちょっと待って、なんか足音めっちゃするな。よな、俺の足音じゃないよなこれ。怖いよ。あ、これは、うん。あ、もういいや、行ったれ。ブーン、消え、後ろから来たのか。無視です、さよなら。とーうで、あーとーう、どこに行くの。ん、なんか俺、え、ちょっと待って、なんか動いてるな。あれを、あれは何。何すんだここで。一旦降りよう。
ウォールドロンレイクへ向かう。これか。コンテナを溶かす必要があった。近くにリフトの電源があるはずだった。うん。電源。これか。これをどっか。つける方法。アイテムと原稿。もう。あと3つぐらいやで、原稿。心臓をえぐり出してなお、それは生きていた。え？バーバラの顔をかぶったそれは、バーバラの声で甘く空虚な毒を吐き続けた。うん。全員はダイビングスーツを着込み、椅子に縛り付けていた縄を解いた。腕の中でダイビングスーツ。それを抱え、彼は桟橋へ、そしてその先に広がる果てしない水底へと踏み出した。ロボットみたいなのがダイビングスーツやったってこと？どうなんでしょうか？いやー、アイテム多いな。出てきそうやな、なんかいろいろ。はい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 。うんふん。この無駄に広いのが。絶対なんか、やってきそうやん。なんかビリビリしてる。おお怖いのやめよう。で、ほら来た。出た。乗る。うっす。これで逆に光量アップ。ついで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 、ちょっとやめて。ちょこれもう車壊れてる。ちょっと待って。オーケー。フレアガンが多分強かった。よし。はい。で、ここの電源を多分使う。するとコンテナが毒。その間意外と来ない。あれ？意外と平和です。あ、今来ました。武器持ち替えた瞬間、お前は。ま。よし。ゴー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 。オーケー。はあ。いやだわー。また車かい。コールドロンレイク遠すぎるんや。はいはい。もうちょっとパッと行かしてくれや。どんな道走っとんねん、ここ。獣道進んで行きますよ。アイテムあるよ。どうも。さっとリボルバーとバッテリー。照らされた部屋でマリーには大見えを切ってみせたが、実際のところ俺は頼りない夢の筋書きをたどっているだけだった。なんとか森を抜けて湖へ向かい、古びた子供のおもちゃで魔法のスイッチを入れ、ホラー小説にハッピーエンドを書き込まなくてはならなかった。よく気づいた俺。そして闇の底に囚われたアリスを救い出すのだ。俺またせっかく取ったのに武器なくなるとかいう初期化するのやめてよ。失礼します。フォロー。さっと、うち、リボルバーの弾がいっぱいか、俺今。で、押す。ぬぬ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 。あ、結構押すね。思ってたより押したね。とっくにここ通れたのに。
よし。このまま。いやー、また敵出てきそう。あ、ライトあるもん、ほら。オン。んで、ショットガンに切り替えて、絵を、弾と閃光。で、またこれ、オンにして。いやー、出てきそうやな、なんかいろいろ。彼女は返さない。あ、もう、その、ジェーン。やめて、なんか、やばそう。オン。ずっとオン。なんかわからんけど。あー、使えなく。通り抜けてるわ。で、あ、いるね、普通に。はいはい。はいはいはい。あれ全然こいつら。パシーンって。いけんのかも。あ、いけるわ。オッケー。で、やばそうな人。やばそうな人はここをオン。で、早く早く。よし。よし。どうじゃ。まだか、お前。早く。うん、しぶとい。いっぱい出てくる感じなんかな。あん。んー、さささささ、なんか音してんのよな。あの明るい方へ。はいはいはい、サーチライト、あれ、見る。んー、倒れてる。あー、このサーチライト絶対扱う。はい。で、いや、でも照らすだけか、今回は。よし、よし、やめて。一、よし。いやー、もう、違う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 、ジャンプなわけがね。あれ。光だけで倒れるやつとそうじゃないやつといんのか。はあ、いいよ。ちょっと弾は余裕が出てきたし。で、またジャンプじゃない。はい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 。後ろ大丈夫？このまま行って OK？ よし。あ、来てるわ普通に。ムシムシムシ。あなたは虫。弾3発しかねえ。で、押すじゃない。いや、じゃ、ジャンプ。もう、もう、あ、もう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 、バカウェイク。もう、どこまでもバカウェイク。バカウェイク、そしてバカ小説やろ。どいてるね。うつ。ほい。リロード。やめて、うふん。ほい、ほい、ほい、ほい。もう、今度は何？見る。何がこっちでいいの。ああ、どう、ショットガンも弾がねえぜ。